海に陸に旗空に轟く戦火は数おるにいとまなし。我が皇軍の驚天動地の新速作戦は突如1月11日セルベストーメなどの上空に純白絢爛のお花畑を描き出した。中国海軍落下傘部隊、去る1月11日セルベストーメなど攻略戦に参加し、さっさくたる戦果を収めた。我が海軍の落下傘部隊について午後5時大本営からこのように発表されました。海軍落下傘部隊の奇襲効果を見ており、ついで2月14日午前11時26分ライン最大の油田地たるスマトラ島パレンバンにおける陸軍落下傘部隊の退去奇襲効果の発表こそは、敵軍の味方我が国民を抑え、あっと驚嘆の声を放たしめたる特筆対処すべき大戦果であった。海軍陰影発表、2月15日午後5時10分強力なる帝国の陸軍落下傘部隊は2月14日午前11時26分ライン最大の油田地たるスマトラ島パレンバンに対する奇襲効果に成功し、敵を撃破して飛行場その他の用地を占領確保するとともに、さらに戦果を拡張中なり、陸軍航空部隊は本作戦に密接に協力するとともに、すでにその一部は本15日午前同時飛行場に躍進せり、終わり。さらに皇軍の向こうところ風に落ち葉の例えのごとく、1月21日よりシアン山脈の点検を突破したビルマ攻略の精鋭は、2月10日マルタ湾を占領、3月2日夜シッタン川の敵前渡過に成功するや、北進部隊は大胆にも180度の大旋回を成して南下、3月9日午前11時15分ついにビルマの首都ラングーンを完全制圧。英国の炎症ビルマルートは見事切断されたのである。